じゃあまず、機械の設定ね、はい、V ハブこっちからワイヤレスで飛ばすんだけど、 Bluetooth で機械の名前がここに出るね。電圧センサーをまずつなぐと、最初にこれをつないでて、燃料電池のプラマイに。こっちが何極ですか？内側がプラス、酸素が入り込む、うん、これがね、1ボルトのセンサー、ね、じゃこっちの Bluetooth とこっちつなげるので、はい、こっちのイージーセンサーのソフトを立ち上げる。で今ネットワークつながってないのでネットワークつなげます。でじゃあこっちここのネットワークを、これですね、この名前が今こっち出てるわけだね。あね、はい、でこっちの名前がね、これでつながるわけだ、 Bluetooth で。で次はセンサーなんだけど、今1個しか入ってないんだけど、たくさんつなげられるのね。例えば気圧とか光とかそういうのもつなげられる。で、とりあえず一番上電圧だけ今回取ればいいので、で完了して、でこれでもうこの状態で電圧のデータが飛ぶな、飛ぶね。開始しますよ。じゃあ開始ボタン押しちゃって、はいはい、もう少し上がっちゃってるけどね、さっきの今。これで燃料を透過するね。じゃあ1ミリ透過してみる。はい、マイナス極に、あ、めっちゃ上がった。600、700、一気に電圧上がってグーンと100までいってる。これダニエル電池だったらこれ一定のままある一定の電圧維持してるんだけど、燃料を追加しないと、燃料電池なんで追加しなかないとだんだん下がっていくわけだ、ね、まあ、ここがあのマイナスでもあるんだけどね。じゃしばらくこれでモニターして、ミリボルト、そうそう、まあ、だけど 0.8 だからね、相当高いよね。2つつなげればもう乾電池と同じ、しかもグルコースで糖分で充電できるんだからすごい。スマホの充電もいくつかつなげるとできる。しばらくちょっとこれで、ああだんだんここで回して、じゃあこれ辺もちょっと全体を引きで、でこれは今は機械とパソコンを1対1で Bluetooth でつなげてるんだけども、はい、iPhone とかスマホ持っていればモニターしたものをスマホで見ることができる。はい、いいです。